Hi everyone, this is Yae. I know this is sudden, but I was at Niagara Falls in Canada. Oh my god, it was 25 years ago. Did I say 25 years? Maybe 25 days, right? Maybe 25 months. No?Yeah, it's true. It was 25 years ago. Okay, then, how old am I now? You know, I don't want to think about how much time has passed since then. I can't believe I've lived this long. Time flies. Okay, back to the story. I went to Niagara Falls.25 years ago on working holiday visa. And I worked at a jewelry shop, and there were many Japanese people working there too. It was then that I met Yuko. I came back to Japan after 3 months. I will talk about the reason for that in another video if I have the chance. And Yuko stayed there and got married to a Canadian man, and she's still there now. Oh my god. So, she's been in Canada for 25 years. Oh my god. Okay, and we kept in touch in the beginning, but we didn't have the chance to talk with each other for a long time.We actually found each other on Facebook about 5 years ago, and finally were able to talk on video after 20 years. Oh my god, moine. So in today's video, I'm sharing our conversation with you. I know it's only a conversation between friends, but I hope you guys enjoy how it went after 20 years.Okay, we talked for more than an hour, so I'm going to divide the video into smaller parts and upload them separately. So today's episode is part 1. I have no idea how many videos there will be. Okay, I hope you guys enjoy. Talk to you later. ゆうこママって呼んだらいいの？何でもいいよ。ゆうこママが相性？今も。どうだね。ずっと呼ばれてるね、そうやってね。じゃあゆうこママで。お、まあ、ゆうこちゃん。あ、いやいやいや、ゆうこママ。あのさ、もう最後に会ってから何年ぶりでしょう。こうやって喋るの、顔見て、顔見てってビデオ越しやけど。あ、見て。ちょっと待ってよ、こうした方がいい。あのね、平がさ、長男が2歳ぐらいの時じゃなかった。ちっちゃかった。多分ね、そうだよね。って考えてていいのか。だから、え？うん、あれじゃない？2000年のになる時じゃない？合わせてた。なんか多分ナイアガラでゆうこちゃんに初めて会ったのは、うん、1995年じゃない？そうだね、ワーホリの時だね。25年前。25年前やから、まだ5歳やね。誰が？2人ともやん。え？あ、そう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 。そうやけど私は7歳ぐらいじゃない、八重ちゃんよりちょっと年上だから。あ、そっか、2つぐらい上なんか。そうよ、よう覚えてるね。あの、うん、で、認識年齢は自分に毎年みんなに聞かせてる年齢は28から増えないのよ。あ、なるほどね。なるほどなるほど。それで最初に会ったのは1995年やねんけど、うん、それ以来会ってへんのかなと思ったけど、私1回訪ねたよね、うん、その年末、ま、年末だったね。
今話したそのタイラーちゃんが2歳ね、うん、だから2000年か、それでも20年前やろ、そうよ。だってあの子タイラもあと再来週ぐらいで22歳になるもんね。すごいな。すごいよね、うん、もう抱っこできないよ、八重ちゃん大きくなって。うちの長男あの時八重ちゃん抱っこしてくる。そうそう、膝乗せたりとかしてる。あの、うん、今日はどんな、どういう一日が始まるの？今日は、まあ、あの緊急事態宣言中なのでカナダも、うん、仕事はもちろんないし、うん、ね、今日はでもね、毎日とりあえず何かしようとはしてるのね、やっぱり、うんうん、で仕事なくてダラダラしちゃダメだし、うん、なので私今あのカナダの YouTuber の翻訳をやってるから、うん、あのその動画の翻訳、ね、うん、のしたり、人は多分お菓子焼かないとさ、子供たちご飯だね、ご飯っていうかお菓子は焼こうかな。毎日美味しそうなお菓子とかいっぱいアップしてるもんな。すごくな、あーねー、すごい美味しそう。本当ありがとう、うん、だからね、作らないと間に合わないし、なくなるたびにお店に行くって。日本どう今、こっちさやっぱ並ばないといけないし、手に入らないものもあるんだよね、こっちで。やっぱり小麦粉とかイーストとかさ、今は。そっか、日本は並ばないとダメって、その普段、うん、普段よりすごい並ぶってこと？もうお店に人数制限があって入れないの、一定の数、スーパーにね。私の、うん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 、八重ちゃんところへんは、うん、私の地元のスーパーは別に人数制限もなく、あの入れる。あ、そうなんだ、うん、ただレジまではやっぱりその、うん、ちゃんと間隔開ける、もう床になんかシールが貼ってあって。あ、貼ってあるよね、同じだ、うんうん、ソーシャルディスタンス、うん、日本ってやっぱりさちょっとね、違うからさ、情報っていうか何かが。いやな、そっか、うん、日本ならじゃあ人数制限ないのね、お店に。私の、ね、85人までしか入れませんと。私が行くところはね、3店舗あっても3店舗とも人数制限とかない、うん、ないんだ。でそしてじゃあみんなのソーシャルディスタンスはどうなの？やっぱお店でちょっとやっぱ取ってる？あ、お店で、お客さんとか、うん、スーパーでさ、あのお客さん同士がちょっと間隔とか取ってる。レジに並ぶときだけ。あ、買い物してるときは関係ない、もうすごいギリギリ横。あ、そうなんだ。ギリギリ横っていうほどそんな多くないもん。あ、そうかそうか、うん、そんなぎゅうぎゅうとかじゃないから。あ、でもこっち、うん、でもこの間バスに乗ってて、うん、バスから見えたスーパーは並んでた、うん、入り口から人数制限で。あ、お店によりけり、うん、かな、地域かな。あ、こんなとこあるんやと思った。なんか違うよね。せやな。ございました。20年ぶりにビデオ越しで、ゆうこママと喋、った動画だったんですけれども、まあね、
1時間以上喋っているのをいくつかに分けてアップロードをします、はい、で何かテーマを一つ決めて喋ればもっと何かまとまったビデオにできたと思うんですけども、あんまりに久しぶりすぎて、この動画を YouTube にアップするのかどうかちょっと決めないままに、ちょっとまあ久しぶりなんで喋ってみようという感じで喋ったものを録画したんですね。なのでちょっとね、なんかこう中途半端なとこでちょっとブツって切っちゃったんですけど、それにね、そんな対して特になんか面白いこともなかったと思うんですけど、まあ、20年ぶりにね画面越しで喋った記念に残りをいくつかに分けてアップしようと思うので、もしねまあ、カナダでの生活 とか、ね、ずっとカナダに住んでいるゆうこママとの会話をもしご興味ありましたら、ぜひ残りの動画も、ご覧になってください。はい、今回はねなんかちょっと内容の定まらない動画になってしまって申し訳ないんですけど、今度ねゆうこママと話すときはちゃんとテーマを決めて分かりやすい動画を作りたいと思います。はい、ということで今回の動画を、まあ、いくつかに分けるんですけども、それに関しては、許していただけたらと思います。はい、ではまた残りも、徐々にちょっとずつアップロードしていくので、ぜひまたご覧ください。はい、いつもご視聴ありがとうございます。 Thank you so much for watching。 ではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。 バイバイ。 Have a great day。 In the end, I would like to offer a special thanks to Mr. Michael McCartan for helping me with my English。 最後にこの動画の中で使っている私の英語を添削してくれたマイケル・マッカートンに心から感謝します。 Thank you Michael。 マイケル、ありがとう。